うつになる可能性はあると。うん。それは、なんでかということが解明しました。え本日のテーマ、はい。言うてください。うつです。あ、うつ、はい。そうですね。まあコロナも長引いてね。そうですコロナうつ、コロナうつ言われてますけども。はい。まあその解決法とかね。はい。いうことを今日はちょっとお話ししたいと思いますが。はい。ええまあ、うつ病いうのは、まあ、どんな感じですかイメージ的に。 何もやる気が出ない。ね。そういうことですね。悲しい気持ちになる。まあ、心の症状と、で、そうではないね。食欲が出ないとか、眠れない。眠れないまたは、ずっと眠いとか。あと、体だるいとか。口乾く、頭痛、動悸、めまい、耳鳴りとかね。この心じゃなくて、体の症状として、こう、現れる場合があるんですよ。 だから、それは結構ね、気づかない。自分がうつになってるということはね。はい。で、うつ病になりやすいタイプいうのがあって、はい。仕事熱心。はい。生真面目。はい。几帳面。はい。完全主義。はい。懲り性の人。はい。私みたいな。私みたいな。モバイはめっちゃ頭ってどうですみんな思ってたよ。で、世間の秩序を守り、常識を大切にし、 いつも他人に気を使う僕みたいな。私みたいな。どうないねんけど。うん。まあでもこれらの特徴がなくても、うついうのはなるもんでね。陽気で明るい性格だった。まあ、うっちーさんみたいな人でもね。こう、うつになる可能性はあると。それは、なんでかということが解明しました。えおなんでうつになるかお 僕が解明したんじゃないんですが。そうな <laughs> 時系以来の、近藤和弘教授らの、まあ、チームがですね、まあ、疲労とウイルスの関係を調べてみると、まあ、疲労が蓄積すると、唾液中に、ヒトヘルペスウイルス。これは HHV6 って言うんやけど、 が、急増することを突き止めたよね、うんうん。で、その HHV6、いうのは90、90%以上の成人の体内に、みんな潜伏しているウイルス。うん、まあコロナウイルスでね、みんなわーわー言ってるけど、このウイルスが、うん、もう皆さんいるんですよ。うん、で、いつ感染したかって言ったら、うん、赤ちゃんの病気で、ある突発性失神、うん、突発性疾、うん、発疹ね、の原因の ウイルスで、ほぼ全、すべての人が入幼児に感染してると。うん。うん。入幼児期にね。うん。で、以降ずっと体の中に潜伏してる。感染してる。という話なんですよ。うん。で、普段は、そのウイルスは休眠していて、で、体が疲れた時に、その HHV6 が目覚めて、このね、弱った宿主。うん。 から逃げ出そうとして、口の中にバーッと出てくる。大気中に。逃げ出そうとするその、うん生き残っていかなあかんからね。また次の僕がらとしたら、僕から宇宙さんにこう、うん,うん。宿ん所変えようとして、こう、うん、慌てて逃げ出そうとする。これってちょうどあの、うん 船が沈む前にネズミがバーッと逃げ出そうとするね。それかっら、いや、そなって書物に書いてあるんですよ。書いての書いてはい。うん。船がまだ、ま、まだ全然安定して進んでるのに、こ<ー>の船危ないなってネズミは察知してね、うねさっき逃げ出そうとするんですよ。っていうのに、まあそれ似てると。で、そのね、 大、えー、液中に出てきて、はい、それが口から一部、えー、鼻へ逆流するという形で、はい、匂いを感じる脳の中枢の救急。うんうん、この鼻の上の、まあ脳の前頭葉のこ下のあたりにあるんやけど、うん、そこの救急に達して再感染を起こすんやで、うんうん。その再感染を起こすと、その救急で、 シスワンというタンパク質が作られる。うん、シスって言ったらなんか思い当たります <laughs> シス,シスあ、パッとひらめきません<ー>スターウォーズ。あなんか言ったね。あ、悪の中枢、シスね。ああ<ー>。暗い世界に引き込まれるっていうところから、うん<ー>。そのスターウォーズからこれ付けた名前らしいんですよ。えー、そのシスっていう。えー、そうなんうん。 そう、シスワンというタンパク質が作られて、うん、この働きで、脳細胞にこう、カルシウムがね、過剰にこう、流れ込んでいくんですって。うん、で、救急の<ー>、えー、細胞が死によって、その記憶を司る海馬での神経再生が抑制される。海馬、うんうん、が萎縮したりすると、認知症になるとか言われてるでしょ、うん、で、認知症の患者さんは、 その収穫が衰えて、うん、食欲もなくなったりしますから、うん、非常にまあそれと関係性が深いと。で、うん、シスワンの存在について確認するためにうつ病の患者84人と健康な人82人の血液でそのシスワンの活性化したタンパク、タンパクが存在しているかどうかいうのを調べたい。 で、抗体を調べたところ、健康な人では24.4%しか、そのシスワンの活性化したタンパクが働いていなかったのに対して、うん、うつ病の患者ではなんと79.8%、もシスワンの活性化が強く影響してたということで、これはまあ、そのうつ病と、その先言ったウイルスが関係あるのではないかということ。 結びついたわけなんです。うんはい、で、まとめると、はいえー、過労やストレスから、うんえー、うつ病が発症する経緯は、まず1ね、はい 1> えー、過労などで、その HHV6 が唾液に出てくる。はい、で、次にね、救急に再感染してシスワンを作る。はいうん、で、3ね、シスワンによって救急や海馬などで、 脳細胞の状態が激変すると。で、最後4。で、そっから意欲減退が起こってくると、うん、いうことなんですね。で、うつ病になるきっかけっていうのはどんなことがあるかって言ったら、うん、まあ、心理的な負担。えー、例えば仕事量の増加や家庭内のトラブルによる過労。うん、ねで、環境の変化。うん、これ、職場の配置がや引っ越し。うん で、喪失体験。え、子供の一人立ちとかね。肉親の死去。身体的な負担。これは妊娠、出産、閉経、リウマチ、ま、地方ね。それとか、え、脳梗塞の後遺症とかね。あと、薬の副作用の中でもきっかけになったりするんですよ。例えば、あの、副診、皮質、ホルモンとか、インターフェロン。あと、経口避妊薬とか。ま、そんなによってもなる。 って言われてるんで。で、過労と言っても、はい、今聞いた内容によったらね、うん、まあ肉体疲労という感じではないような感じじゃないですか。ね、どちらかというと精神的な内容っぽいでしょ、うんうん、で、オーバーワークって言って、はい、言ったら、うちさんみたいにものすごいな距離、毎日走ってても、はい、そんな鬱っぽくならないじゃないですか。うん、そうよね。それは何か言ったら楽しんでやってるからなんですよね。 それを無理やりやらされてたら、それはだんだん、鬱っぽくなっていくんですよ、うん、そういう人は。うん。オーバーワークは楽しんでやってれば疲れない。うん。ま、どんな仕事も、ね。寝ずに仕事しても、そんなに疲れない。うんうん、で、イライラしたり、期限を設けてストレスをかけ続けることの精神的な面から、その免疫力が低下してくるて。うん、そうすると、さっき言った唾液中に、 あの、人、ヘルペスウイルスが、こう、バーッと逃げ出してきて、ひどくなれば、うつに発展していくと、いうことなんですが、漢方ではね、この気の病にはね、気虚、気体、気虐って言うて。気虚言うたら、気が少なくなってる状態。で、気体言うたら、気が停滞して流れにくい状態。気虐言うのは、気が正しい方向に流れていかない。と うん、その気虚は、疲れた、だるい、眠い、食べれない、などの症状が出るんやけども、こういうのに、えー、使う漢方薬として、気を補う漢方薬、うん、気肥糖とかいうのがよく使われるんです。うん、で、気体、気の滞りがある。はいはい、でどこかが疲れた感じがするとか、うん、なんか息苦しいとか、なんかお腹が張るとか、下腹部が張る。うん うんうん、なんかこの炭酸飲んでげっぷ吐きたいと、うん、っていうような、あと眠れないとか、うん、そういう気体には気を動かす漢方薬で安静状とかね、うん、あと、ご可比という、まあ、シベリアの方で取れる人参、うんまあそういうのが使われたりするんです。うん、あと気、気虐、はい、これは、えー、のぼせる、ぐーっとのぼせる。あ<ー>うん 例えば、の緊張状態に陥ったら、ぶわーっと顔が熱くなって、頭が熱くなって、ね、頭がぽーっとするじゃないですか、ああいうのは気逆っていうんですけども、胃酸が逆流してきたり、あと動悸、あと瞬発的にカットしたりするいう場合も、こう気逆っていう、それは気を引き下ろす漢方薬で、軽視下流骨棒レートとかね。 あと、サプリメントでね、カルシウム剤とか、いうのをまあ取ったりするんけど、まあカルシウムの多いまあ、食べ物を食べ、例えば代表的なシラスとかねと、食べてたらそれはいいんだけども、でコロナうつへの人のアドバイスとしてね、 先ほど言うたように、うん、楽しくしてれば肉体は使っても問題ありませんから、はい、進んで体を動かすようにしましょう。はい、家に閉じこもらず、すぐにいてね、はい、あの、ウォーキングでもしましょう。えー、体を動かすと気の流れが良くなって、はい、気分もスッキリしてきて、夜もぐっすり眠れます。そうすることによって、健康的なサイクルが生まれてきますから。うん、で、うつ病の人は、常にこう、目線がうつむき加減なんですよね。 あんまり空見上げてるうつの人いませんかだいたい地面見てるんですかそれ逆に言うとですね、スマホなんかで下ばっかり向いてると、うん。それなんでうつ向き加減があかんか言ったらね、呼吸のね、深さがね、浅くなるんですよ。しっかりこう、お腹まで、うん。呼吸が入ってこなくなる。 えーので、はいえー、時間がなくて運動できない人は、うん、深呼吸を言うのを食事と同じようにね、朝昼晩、するっていうことが大切。うん、はい。で、最後ね、新学期なんとなく不安になる人もいると思いますけど、はいはい、ぼんやり悩むんだったら、はいうん、悩まないようにしましょう。うん、なコロナでね、将来ねどうな、なんとなくぼんやりした 不安ってあるじゃないですか。うそういうのはね、うん、もう悩まないようにしましょうと。うん、で今の目の前のことに集中。うん、悩まず集中するということ。で逆に、はい、はっきり悩むことがあるんであれば、はい、逃げずにそれに向き合いね、うん、解決していきましょうということなんですよ。はい。はい。お分かりでしょうかよろしいでしょうか Yes. はい。<Yes. 笑> それでは時間となりました。あ、いいですか,かこれまではい。<laughs> ありがとうございました。それ,それではあの曲を。ありがとうございます。コツメチャンネルでは定期的に動画をアップし、毎週他では聞けないオリジナルの情報をお届けいたします。ぜひチャンネル登録をお願いします。それではあなたの元気をコツメ先生は応援しています。今日も元気に、明日も健やかに、ありがとうございました。